皆さんこんにちは、今回のテーマはこちらでございます。音声での情報発信の可能性ということで、音声に関するメディアをさまざまトライしていただいている大野さんにお話を伺いたいと思います。大野さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まず最近流行っている音声サービス、私もね、こうラジオとかポッドキャストとかクラブハウスとかかなと思いますけど、最近大野さんのこの音声の情報発信ってなんかどんなツールがあってどんな特徴があるかって大野さんの認識はどんな感じでしょうかね。目新しいところで言うと、今年の冬からこの一斉に拡散している、非常に流行っている、クラブハウスですよね。でこれは画期的なサービスだと思っていて、この2月3月4月くらいからこう一気に広まったと。ただ一方でこう沈静化してるよねという見方もあるかなと思ってますが、これが今目先一番流行っているやつかなと思っています。はい、でクラブハウスの場合は、気楽に参加できるとか、UI っていうんですか、こう、割と使いやすいとかね、そういうところがメリットだと思うんですけど、一方でこう蓄積されていかないので、だらだらとこうおしゃべりしてこう流されていくっていう感じなんで、こう蓄積して残していきたい、こう過去のものまで遡ってみてほしいとか聞いてほしいとかいうニーズには合わないのかなというふうに思いますね。確かにね、クラブハウスも私も大野さんとね一緒に何度かやらせていただきましたけど、昔良くも悪くも残らないっていうのはちょっと気になりますよね。おっしゃる通り良くも悪くもで、残らないから喋れるよねと、残らないから、ちょっと踏み込んだ発言でもできるよねと、いうのがメリットである一方で、でもそんだけこう1時間2時間の時間を使った時にこう、残らないっていうのはちょっとこの情報発信としては非常に弱いなと。この情報発信っていう軸でいきますと、その音声の画像があるわけですよね。こう YouTube みたいなのもあるわけですけども、あえて音声っていうところのこうメリット、あるいは課題みたいなのはどう捉えてらっしゃいますか。動画と音声配信の比較でいくと、まさにこの 目を使うか、目をこのリスナー視聴者側の目をこう占領するかどうかだと思っています。もちろん動画がある方が情報量は多いだろうなと思いますね。だからより多くの情報を発信できる一方で、この聞き手は耳も目も両方こう集中しないといけないというのがあるんで、情報量は多い一方で、その気軽には聞けない、例えばながら聞きがしんどいなんていうのがあるんだと思うんですよね。これもメリットデメリットなんで、どっちがいいとか悪いとかじゃないんですけど、音声配信の場合は、例えば仕事しながらとか、例えば家事をしながらとか、例えばこうランニングしながら、ウォーキングしながらみたいな感じで、いただけるというのがメリットかなと思いますね。結構ね、こうやっぱテレビとか映像メディアがいろいろね社会的に変わってきましたけど、ラジオって結構一定のニーズありますよね。私も掃除しながらねラジオ聞きたいとかありますので、ただなかなかラジオだとこう音楽ばっかりでね、こう文化的なものが少なかったり、あるいはこう知識を増やしたいものがなかったりしますけど、そういうニーズにはねこうポッドキャストとか結構いいですよね。大野さんが今力入れてるのはポッドキャストになりますか。そうですね、ポッドキャストと言われるポッドキャストと言われるサービスを頑張っていて、やってって言ってもまだここ数日の話なんですけど、にわか勉強してにわかスタートをしたというところですね。少しやってみていかがですか、この難しさとか良さとかがあれば。これね、やっぱり編集をどこまでやるか、編集による効果がどこまで大きいか、あるいは小さいかだと思っていて、YouTube との比較で言うと、おそらくね安藤さんはこれずっと長らくやってらして、まさに体感してらっしゃると思うんですけど、YouTube の場合はにかかる編集に比べると、ポッドキャストはあまり編集に時間がかからない、私の場合は編集スキルがないのでそもそも編集しないというですね、一発撮り編集なしっていう、そういう方針でやってるということですね。なのでこうやって録音し終わったもう5分後10分後にはもう上げてますよね。いいですよね、スピーディーで。また映像の編集はね、さほど難しくないとは言いながらも手間もかかりますし、ある程度ねパソコンスペックだとか、当然スキルもある程度必要になってきますから、で誰でもできるっていう可能性はかなり大きいですよね。なるほどね。
このどうですか、こう手応えとしてこの音声、いや一方でこうちょデメリットと言いましょうか、なんか課題に思うようなことってありますか。操作がちょっとこう失敗してしまうとか、うん、こうミュートになってしまってこう音が一旦途切れちゃうとか、まあ、その類の、うん、いっぱいミスはあるんですよね。でもまあそれは、うん、経験値によってある程度クリアされていくだろうなというのと、うん、まあ、やっぱりやる以上はこう多くのリスナーさんに聞いてほしいなと思うんですけど、まあ、なかなかその増えてはいかんだろうなと、うんうん、まあ、まだね始めたばっかりで挫折するなっていう話なんですけど、はい、まだまだなかなか増えるのは難しそうなんで、まあまあでもそこはじっくりゆっくり継続していくっていうことなんかなというふうに思ってますね。まだまだ一般的に、まあ、クラブハウスもねそうかもしれませんけど、市場っていう意味だとちょっとこうじわじわ来てるっていう、そんなイメージかなと私なんか思うんですけれども、大野さんの感触としてのこの市場とかリスナーの増え方ってどう予想してます？まあじわじわなんでしょうね、じわじわと思います。クラブハウスは一気に来ましたけど、ポッドキャストっていうサービスそのものは何年も前からあるんですよね。で何年も前からあることは私も知っていて、まあでも別に特段聞くこともなく、うん、やってきて、で今回クラブハウスをやってみて音声発信面白いよねと思って、まあ、うん、配信してきたということなんですよね。だから、うん、まあ徐々になんだろうなというふうに思ってます。うん、音声配信のいいところはその過去に上げたやつに遡って聞いてくれるんですよね。面白いことを言えば、うん、一つこれ聞いて面白いなと思ったらば、その音声が終われば次のやつを聞く、次のやつを聞くっていうような感じで、うん、まあ、まさにね、例えばウォーキングしながらランニングしながらこう追加の古いやつを聞いてくれるというところがいいなと思っていて、デジタルアセットっていうもんだと僕は思ってるんですね、こういうのってね。うん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 、ブログとかまあ、ノートとかっていうサービスもあって、こう私もブログを一生懸命書いてるんですけど、うん、新しいやつは見てくれるけど古いやつはなかなか見てくれないっていう、ジレンマがあるんですよね。だからこう過去に遡って聞いてくれるっていうのが僕このポッドキャストっていうサービスのいいところかなと思ってますね。なるほどね。まあ、ポッドキャスト確かに結構以前からありましたよね。ただこうなんかこう盛り上がってはこうなみなみ来てたかなというところで、ここ最近またちょっとじわっと来てて、で前は映像とか動画がちょっとねこう重すぎるので普通の携帯とかネットワークで耐えられなかったので、まだ2015年ぐらいまではねこう流行らなかったっていうのはありましたけど、そこからこう YouTube とかがガーッとこう流行り始めて、画像が動画系が一旦一定の地位を築いたからこそっていうんでしょうかね、ちょっと映像に疲れたゾーンですかね。テレビが流行ってラジオみたいなやっぱり位置づけで、ここに来てもう一度音声のみっていうものの価値がね見直されてるのかなっていう、そんなちょっと印象は受けますよね。そうですね、うん、我々ねこういう仕事をしてると情報発信っていうのはもう必要であるというのが前提としてあって、うん、まあ古くからはやっぱりこうテキストでねこう例えば執筆をするとか、うん、まあ、ブログを書くとかっていうのがメルマガとかいう人もいるかもしれませんし、まあ、そんなのが一番、まあ、定番王道だったと。で動画っていうのがね流行って動画でアップするということなんですけど、やっぱり動画は編集とか、まあ、こういう視覚的な要素が大きくなっちゃうんで、そこにどうしても抵抗があって、まあ、顔出しするのがちょっと抵抗があるとか、まあ、そんなのがあってやらないだったらば、うん、その音声配信を使えばそこら辺の抵抗なくやれると。なんでやらないよりはやった方がいいよねっていうふうに思って やりましょうという感じですね。なるほどね。さあそんなちょっとねポッドキャストに今トライ中ということですけども、これからの、まあ、我々みたいなこう独立系コンサルの人、あるいは中小企業とか企業がですねどう活用できるかっていうポイントも、もし予想があれば教えていただきたいんですけども、うん、これからどうなりますかね。うん、やっぱり情報発信の必要性は変わらないっていうか、むしろ増え続けるだろうなと思っていて、うん、まあ、僕たちみたいなね経営コンサルティングをやっていますっていう人たちも、そのどんな人なのっていうのをこう分からずに発注してくるっていうことは多分ないと思うんですよね、うん、やっぱりクライアントはどんな人なんだ、どんなサービスをする人なんだ、どのくらい能力があってどんな喋りをする人なんだっていうことをある程度分かった上で発注してくると、うん、もちろんね動画だと喋り方とか表情とか、うん、
顔とか手振りとかいうことまで分かるんで、より情報量は多いんですけど、まあ、さっき言ったように動画配信に多少抵抗があるのであれば、音声発信で、自分のことを分かってもらう努力をすると、うん、いうことかなと思っていて、うん、今後ね、自分が情報発信していくときに、まあ、手軽に編集とかあんまり時間かけずにやっていけるということで、うんうん、やっていくと、まあ、かなり有効になるんではなかろうかというふうに、うん、思ってますね。で、起業したらどうですか？そう、後者の質問の企業の方ですけど、うん、例えばこう社員で、うん、3人4人ぐらいこう社内広報みたいなやつをこう募ってですね、はい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 、3人ぐらいでこうぐるぐるこう社内ポッドキャストをこう作って、社内の人にみんなで聞けよとか言って流させるとかですね、うんうん、そんなことをやってるような会社さんがあるやに聞いてますね。なるほどね。動画だとね、どうしても顔出しとかに抵抗のある方いらっしゃいますしね、やっぱりこう手間がかかりますけど、音声だけね、ちょっとこう、まあ、社長の訓示とかが受けるかどうか分かりませんけど、広報担当3人がね、うん、若手の意見みたいな形でこうやると、何かね、こう面白い風が吹くかもしれませんよね。うん、そうやって社内のなんかこう情報共有とか、なんかこうモチベーションアップの雰囲気醸成とか、なんかそんなのに使っていくという手もあるんだろうなというふうに思いますね。なるほど、はい、わかりました。どうもありがとうございます。ちょっと音声の情報発信ということで、いろいろなサービス今出てますけれども、まあ、その、走りということで、今後の可能性について小野さんにお話を聞きました。はい、では小野さん、またよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。